はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88マカからやっていきましょう。やっと今週の取りだめ終わりですじゃあやらなきゃいいのにってね、なるんですけどね。やっと今週、取りだめ最後だ。一時ね、調子よくなったのにね、面白い面白いって、もう先週ぐらい言ってたのにね、面白い面白いって言ってたんですけど、ちょっと高野山でね、痛みつけられちゃいまして、もう、暴言吐くようになっちゃいました。殴る？勝てますね。でも安い。うわぁ、忍者。フードも減っちゃったね。8,000〜9,000切っちゃいました。いてててて。はい。扉？あ、そうかそうか。扉があって上か。はい。で、ここでセーブしときましょうね。で、さあ、これどっちの、どっちかなと。うわぁ、似たような作りしてるわ、これ。ということは、ちょっといやらし、あ、大丈夫か。上と下をクロスさせてんのかなと思いました、階段をね。2箇所階段があるんで。で、いきなり武士に会いましょう。うん。これ右曲がった武士が、右曲がってちょっと行った武士がいます。逃げちゃった、逃げちゃったね、もうね、逃げちゃおうって。で、これ右回った武士がいます。うん。武士が落ちてんの意味わかんない。何武士が落ちてるって。武士ってあの、もののの武士じゃないの？武士？ん？ちょっと待ってね。うん。武士？ちょっと見てみましょうか。武士って何？武士？あ、わからないみたいです。この攻略サイトの方も、武士って、あの、武士って書いてます。こんな感じで。これですね、武士。武士ってなってるでしょ？バグなのか何なんでしょうね。ちょっとわかりません。さあ、じゃあ、武士は置いててですね、お坊さん、あ、お坊さんすぐ近くにいるわ。あ、お坊さん二人いるわ。ほーん。お坊さんが2人いますね。ちょっとそっち行ってみましょうか。近くにもお坊さんいます。で、怒り草がここにありますね。あら？あ、もう一個向こうか。ここに、あ、すごいここ。壁が万字の形になってるマップで。で、次の前、次の左、うわ、力士か。力士は勝てない。で、これを左曲がって、この右手の万字の中に入るとまた力士だね。でもこのゲーム逃げてたら、あ、そっか、妖術師は逃げれないから勝てないんだ。いや、いくら弱くてもね、進めれるのかなと思ったんですが、やっぱり来たか。いてててててて。で、こうだね。で、1,2,3,4,1,2,3,4と。で、座禅組みましょう。で、セーブしておきましょうね。よいしょ。で、右向いて、ここに、ドクダミ？いや、ここ、お坊さんってなってたんですけど、ドクダミ。あ、6と9を間違えてるのか。攻略サイトの方が間違えてると言ったら、言い方悪いですけど、6番で入れるとこ9番で入れたんだね。で、このまま行って、で、ここの、ああ、はいはい、これ右曲がったら食料がありますね。食料と松明があります。これ右に曲がるでしょ。で、これ左に行くと、食料、僧兵がいましたね。はい、もうこれ突っ込んでいきましょう。一ポイントでは問題ないんでね。ああ、来た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 。はい。で、食料が落ちてましたね。で、セーブしておきましょう。アイテム取るためにセーブしていきましょうね。忘れちゃうんでね。うわ、終わった。終わりましたね。リセット入れましょう。腹立つんでリセット入れましょう。死んだ方が早いんですけどね、リカバリーね。
これですね。ここに、うん。うわ、ここ確実に出るのか。違うでしょ。確実に出る。同じとこ出てきたね、妖術師。いや、ちょっとね、ちょっぴりね、ちょっぴり頭きてんでね、ちょっとだけズルします。もう一回出てきたらね、ああ、妖術師確実だ。ここ確実だ。させませんよ。ということは、ここの5番、松明はもう別に取らなくてもいいんだね。固定の敵がいるのか。ああ。となると、引っ返しましょう。力士ね。はい。固定の敵がいることが分かりました。んで、うん、お金とかは正直いらないんでね、うん、あ、ラジオやってるわ私。ラジオやってんじゃない。いやー、結構ラジオが一部の方には好評なんでね。はい、ごめんなさい。ね、ちなみに、じゃあちょうどよかったんで今説明しましょう。この場所に妖術師が固定でいます。必ずいます。なので今引っ返してここにいるところですね。どこからラジオだったんだろうね。ちょっとわかんないのであれですけど、で今私が言ってる間にどこにいるのかわかんなくなっちゃった。あー、一番上かなここ。うん、となると、ちょっと端っこまで行きましょうか。うん。あれ、ここも力士固定かもわかんないね。ただ力士は逃げれるもんね。ああ。逃げれるので、ってな感じですね。あ、はいはい。でね、ちょっと待ってくださいね。これね。ああ、アイテムか。めんどくさいんですけど、何が、あ、お金が落ちてんのか。これまっすぐ行くとね、お金が落ちてます。邪剣者の座標ちょっとずらして、おお、でも逃げましょうね。はい、座禅組みましょうか。あー、最悪のパターンだねこれ。もうとにかく逃げましょう。うん、逃げましょう。はい、えい、逃げましょうね。1234 1234と、でこっちですね。あそこも邪剣士固定なのかな、ひょっとすると。ここにお金が落ちてます。うん、いやでも本当ね、マップ作ってくれてる方助かりますね。これもまた帰りで、ここで邪剣士できたら固定ですね、この邪剣士も。ああ、固定だね。うん、これ固定ですわ。処理速度がね、処理速度がね。で、一歩出て、234。ここで、1234。1234と。で、セーブしときましょうね。もうお金いらないや。で、座禅組みましょう。で、ここです。ここを入りたいんで、ここ入りましょうね。で、これも多分ね、固定の敵だと思います。うおお。はい。で、これも多分固定の敵だね。ここ多分みんな固定の敵出てくるんじゃないかな。ああ、これも固定な気がするね。危ない危ない。寝ましょうね。あ、ここで寝ちゃダメだ。ここで寝ちゃダメだ。寝るんだったらここで寝ないとね。座禅して、ほら、違うか、僧兵か。逃げましょうね。うわ、最悪のパターンだなこれ。あ、よかった、一発で済んだわ。で、この力士も多分固定だと思いますね。うん、で、
食料ね、ここ食料ありまくるんですよ。この先5回食料拾います。ああ、やっつけようか。じゃあ剣士、腕力じゃ負けないんでね。はい、1,2,3,4 と、で一歩出て座禅しましょう。なんかね、敵出てきそうなんで。はい、食料落ちてたでしょ。で食料もう2歩ごとに食料が落ちてるんで35しか落ちてないのね、食料で。ここで1歩入ります。逃げるの遅れちゃった。よいしょ、セーブしときましょうね。で、あ、改造したいな。ねえ、改造して解かれた方の話聞いてるんで、したいなと思うんですよね。はい、これは人参落ちてました。で1個取ったらセーブしましょう。で右見て、ここ甲羅人参が落ちてますね。 4つ同じパターンで4つ落ちてます。でセーブしときましょうね。まあ甲羅人参使うことそうそうないんでね。まあ先にお坊さんに会いに行きましょうか。おお、よし、あ、死にかけてんじゃない。座禅今度は出てくる。あー、来たか。これそ、わざとそういう、なんかこのパターン多いね。わざとやってか、そう組んでるような気がするね、プログラムを。うん、勝てる勝てる。で、ここですね。あ、ここじゃない、もう一個向こうだ。ここですね。いやダメダメ、ちょっとここでねあれしようかなと思ったんですけど、座禅を組もうと思ったんですが、この位置で座禅組んだらダメですかね。後ろ袋、あの後ろ逃げれないんで。はい、ここ悪は悪に染まり、さらに悪となる。悪とは弱いものよ、だからこそ集まり強くなろうとすると。悪に染まった者に慈悲を与えるもの、与えるのも仏の道と。きつくただ締めるのも、きつくただ締める、あ、締めるっていうことね。仏の道だからといってむやみな殺生はいかんと。この世の悪、今なんかスクロールしたね。この世の悪に染まった者のために、悪の根源を絶やすのだと。それがお前に与えられた天命なのだ。さあ、魔界に行き悪を見定めるのだと。で、何なの？お札もらえたことになってんですか？あ、5-0だね。私、お札もらえてんの？あらららら、ちょっと待ってね。もう、この忍者もなんか固定な、あ、固定じゃないか、この忍者は。私、お札もらえたことになってんの？アイテム見てみましょうか。あ、お札1ってなってるけど、前もお札もらったような気がするんですけど、あ、仏像か、前もらったの。お札は何になるんだ、使ったらなくなるのかな。ちょっと待ってね、装着してみましょうか。てか、お札装着できんの？できないね。武士って何だろう気になるね。セーブしときましょうね。ああ、もういい時間になってきちゃったね。あ、もう出てこない。あ、ここから買うのが億劫だね。高麗人参。高麗人参。やっつけちゃおう。はい。うわぁ、めんどくさい。はい、じゃあね、もうこれ逃げて、ここで終わっときましょう。これどういう感じで終わらせよう、言っておこう。まず、この場所だね。これは今、高野山の2階のですね、場所は、X 座標が、X 座標が5の、Y 座標が14にいます。で、西に向いてます。で、
あとすることはね、とりあえず小屋さんこれで終わりです。小屋さんこれで終わったので、悪代官倒しに行く。ああ、それか、一の国の、まだ行けてないとこあったでしょ。あそこ行ってみるかぐらいかな。でも、どこ食らったよね、確か。まあまあ、その辺ちょっと検討してみてください。では、よろしくお願いします。ということで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。